になりますでしょうか。さあそれでは参りましょうか。いよいよ次の審査に進むことのできる15名のファイナリスト、トップ15ファイナリストの発表です。トップ15ファイナリスト、それでは発表いたします。まずお一人目はミス・ルーマニア。お二人目はミス・メキシコ。三人目はミス・フィリピン。4人目です。ミス・エクアドール。5人目です。ミス・タイランド。6人目、ミス・サウスアフリカ。7人目、ミス・オーストラリア。8人目、ミス・パラグアイ。9人目、ミス・ジャパン。10人目、ミス・コロンビア。さあ残り5人となりました。11人目、ミス・ベネズエラ。
12人目、ミス・インドネシア。残り3人です。13人目、ミス・ユクレイン。14人目、ミス・スペイン。最後のお一人です。15人目、ミス・マダガスカー。全てのトップ15ファイナリストがラインナップです。皆様もう一度大きな拍手を。 Congratulations everyone、 おめでとうございます。以上15名のミスたちがファイナル15審査に進出となります。 These finalists will proceed to final competition。 それでは改めましてトップ15ファイナリスト、ここでもう一度ご紹介いたします。選ばれたのはミス・ルーマニア、ミス・メキシコ、それぞれお一人ずつ前の一言ずつという前に皆様をまずご紹介もう一度差し上げます。ミス・ルーマニア、どうぞ拍手をお願いいたします。Miss Mexico, Miss Philippines, Miss Australia, Miss Paraguay, Miss Japan, Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Indonesia, Miss Ukraine,Miss Spain, Miss Madagascar, Colombia, さあ、それではここからウォーキング審査に入ります。ファイナル15審査ではお一人ずつドレス審査同様にステージにてウォーキングを行っていただきます。それでは参りましょう。 This is going to be a competition for top 15 finalists。 それでは一人ずつ参りましょう。ウォーキングの審査に移ってまいります。